サンゴ、あ、そういう感じの方がいい。皆さんこんにちは、グリーンデイサクソフォンカルテットです。今日演奏するのはリベルタンゴ。リベルタンゴの作曲者はタンゴの巨匠のピアソラです。いろんな、まあ、タンゴの曲を残していて、どれもすごくかっこよいので。リベルタンゴのリベルタというのは自由という意味なんですけれども、ピアソラは従来の踊れるタンゴじゃなくてコンサートホールで聴ける音楽としてのタンゴを追求した人で、その人が作った自由なタンゴです。自由という名の通り、奏者によっていろんなリベルタンゴがあるんですけども、このグリーンデイが演奏しているリベルタンゴもですね、なかなか自由なタンゴになってますよ。はい、クールに決めてるとこもあれば、まあ、それぞれの見せ場があったりとか、後半に向けてどん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 グリーンデイの情熱が渦巻いていって、一番最後はもうそれが最高潮に達して終わる。そんなね、情熱的なリベルタンゴをお聴きください。それではどうぞ。